チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの昼ご飯はキンちゃんヌードル焼きそば。おかげさまで50周年、キンちゃんヌードルって昔志村けんがコマーシャルですね。キンちゃんヌードル、キンちゃんヌードルとかやってたような気がするんだけどね。50周年ってすごいね。キンちゃんヌードル50周年発売記念でキンちゃんヌードル焼きそば。実はキンちゃんヌードルあっちゃん食べたことないかもからね。の焼きそばやね。どんな味なのか知らんねんけどね。食べてみましょう。これはね、火薬とソース。入れたの。準備してなかった。もうお湯沸いてしもうたよ。耐えました。初期や。2分で。すげえこれ、エビ入ってる。エビとかね、卵とか。エビやん、うん、カリカリ。あんまい。戻すよりね、ドライ食べた方が美味しいかも。ドライうまいな。ミカルは、これ。エビ入ってるか気付けやるっていう感じで、実はね、こういう濃いエビとかね、カップヌードルに入ってるエビとかはね、大丈夫なの。プリプリの味があかんね。戻したどうかな。でもカリカリ食べたけど美味しかったね、今ね。はい、ということでね、キンちゃんヌードル、発売50周年記念商品、キンちゃんヌードル焼きそば。さあ楽しみ。キンちゃんヌードル食べたことないからね。てか、キンちゃんヌードル今度買ってこい。MSTの中にあれ入んねん。いいな、これ。はい。ということでね、出来上がるまで待ってます。なんていうのかな、キンちゃんラーメンって結構ね、名前は聞くんよ、昔からね。でも食べたことがなくってね、で、結構パッケージもね、そんな派手さもなくね、なんかちょっとこうレトロなパッケージで、でね、キンちゃんラーメン確かね、キンちゃんラーメン徳島のはずやね。置いてない。徳島製麺株式会社でね、徳島のねラーメンでね、金ちゃんラーメンね、ちょっと30秒しなあかん。金ちゃんラーメンね、なんかおじいちゃんがコマーシャルしててね、社長かなんかやね、確かそんな、なんかで、ね、思うんだけどね、なんかこう B 級なイメージがあってね、食べたことがなかったね。今までこそね、 B 級とかね、変なものを追っかけるあっちゃうんだけど、昔はね、堅実にね、やっぱりその筋の王道しか行かへんかったね。保守的やった。なんかね、パッケージがいいっていうことだと、パッケージがしなかったね。今結構挑戦できる、めっちゃチャレンジやる。そうなんさ、いやさ、めっちゃ定番やんけ。定番やん、ど定番やん。でも昔ってど定番はマグロやったけどな。ユニバかな。もうそれユニバがね、行きたいなと思って、ちょっとユニバのホームページ見てた。そんならね、お盆中ね、ユニバね、入場料金1万円超えてんねん。びっくりするわ。ぼった、ぼって、まあ、それぐらいね、かかってるもんね、設備にね。入場料1万円はちょっとありえへんよね。
そうそう、いろんなも値上げされてる、世の中値上げされてるからね、仕方ないんかも分からへんけど。花火大会で、あ、花火大会で、うん、それローソンで、うん、え、公式で、いや、ローソン花火大会に近くやばいな、それコンビニって値段上げていいか、勝手に知らん昔でもな、コンビニ、どこのコンビニか忘れたけどな、コンビニの花火大会の時にな、コンビニの駐車場5000円ってお金取って、ね、駐車場代取ってな、止めさせとったで、うん、ありなんかそれ、逆にさ、ね、でもお客さんおるやん、通りがかりのお客さんとか、うん、幹線道路やから大阪怖いなと思って、PL の花火の時ね、コンビニもいない、1日、まあ言うたらね、ライドとかお金取らへんから、まあ中で食べるのはお金かかるけどね、でも入場料1万円高いな、うん、普段でも8900円だけど、なんかそう高なったね、6000円台ぐらいだと思うんだけど、はい、では金ちゃんラーメンいただきます。あのね、想像の斜め上いくね、ソース焼きそばやと思って食べたらラーメン味の焼きそば、金ちゃんラーメンで、これお湯入れた金ちゃんラーメンなのかな、そんな味、堀西、堀西有名よな、赤いの、ああ、でも、うん、新しいとかやんじゃん、おにぎりの唐揚げくらい、美味しかったよ、美味しい、美味しかったかな、なんかね、汁なしカップラーメン食べてるみたい、うん、なんだ、昨日のお寿司食べや、ちょっと味が濃い、辛い、ネギの調味料やって、これ美味しいかもからな、うん、うん、あれはうわ、美味しい、これ欲しいな、ネギ調味料、うん、うん、うん、自分の家引き継い
自分の地域ついたやつを確認したやり方で、あれやな、自分の地域完全に引き継いでるけどさ、魔法ってさ、もっと違うものを引き継いでる、それやけどさ、子供より可愛がる、ちっちゃいやん、可愛いね、大人でも可愛いか、斬新、なんか不思議な感じがする、焼きそばやと思って食べたらなんか、焼きそばやと思って食べたらソースじゃないからさ、こういうの脳がねバグる、粉末醤油系で、香辛料、食塩、酵母エキス、チキンエキス、ポークエキス、魚介エキス、椎茸エキス、野菜エキス、植物油、変わったもん入ってんな、不思議な味だ、不思議、不思議だな、うなにね、肉屋さん、不思議で肉屋さん、よかった。これでもね、あり。ちょっと味はね、濃いけども悪くはない。だから、なんていうのかな、本物っていうか。普通の金ちゃんラーメン買ってみたいね、今度でっかくやった金ちゃんラーメン、これ美味しい、これは食べられる、エビ好きやね、エビ好きやねんけどな、エビは好きやねんけど、あれより食べられへんねん、こんなんは食べられへんねん、アレルギー強い人は食べられへんけどね、あんちゃんそんなに強すぎるわけでもないね、カニは大好き、食べれるよ、たまに生のカニ食べてね、あれアレルギーでカニになると食べるよ、指の方が強いね、回復しました、金ちゃんラーメンね、ちょっとこうね、優しい塩というか醤油というのか、ラーメンでね、すごい美味しかった、
焼きそばやからね、すごいなんか頭がバグる感じやけど、ラーメン食べてる味やのに、食べてんのは焼きそばで、焼きそばみたいなものが口に入ってくるのに、ラーメンを食べてる雰囲気の感じの、あの味覚になってくるんだよ。頭がバグってくるけどね、これはこれであり、美味しかった。あのね、ラーメンも美味しいけど、こんな変なパッケージ、変なってあれの、シンプルなパッケージやね。で赤と黄色でね、まあ目は引くねんけど、白に赤と黄色のね、シンプルなパッケージやね。だから買う気にならへんのよ、いつも。結構美味しかったから、今度はね、くにちゃんラーメン買ってきて、普通のラーメン食べたいと思います。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯は、きんちゃんラーメン50周年記念焼きそばでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯、よかったよと思ってください。高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。美味しかったよ。